重森美玲さん関係のスポットを回っていきたいと思います。将来園があります。吉川公民館に着きました。美玲さんの18歳の時に設計した建物の外には、うん、74歳の美玲さんが作ったお庭があると。すごいな。だから永遠のモダンですね。小倉邸、三木谷邸と言って最後に美玲さん関係のスポットを一つ行って終わりです。これから黒山にある小倉邸の特等邸に行きたいと思います。小倉邸なんですけど、個人のお家にある庭です。もしも見学したい方は役場の挙動推進課が担当なので、こちらに連絡をしてから行くようにしてください。特等邸に到着しました。中を見ていきたいと思います。お邪魔します。小倉さんにここを案内してもらいます。よいしょ。ああ、すごい。おいやいやいや、ありがとうございます。言われるのは、人生で例えば初期中期後期になってる、うん、真正面が真理真と行真行そうなっとるからな。真と行は人生で一番若い元気のあるとこ、うん、でこちらの層になったら石も丸くなっていうことを教えていただいたのかなと思うんです。私の個人的な意見ですけども、美玲さんが庭を作り出した原点的な考えを持って策定をされたお庭ではないかなというふうな気がします。地元ということもあるしね、うん。砂紋はどれくらいの頻度で描かれてるんですか？来られる時にはそれだけ、ね。それ雨が降ったらもう身の平らになってしまうからな。これも基準があるんかもしれん、島にそうでな。美玲先生は瀬戸内海か、そう水があるうないから、もうそんなぐりぐりぐりはせんでもいいよって。これが床の間、名前の極東邸の書。策定が26年2月の18、19の2日で作ったというふうに書いてありますね。それは26年言うと、美玲さん何歳の、父親も好きにあったから、石を準備しとってな。準備してても2日で完成させるいうのは、すごいですよね。曲が水の流れです。塔は、まあ、もちろん島で。自然の流れ、一年の流れを通って曲到底にしてくださって。お庭の管理はどうされてるんですか？風に飛ばされて草がいっぱい、はい、こっちに入るんです。取るぐらいのことでな。苔が綺麗ですわ。苔をいいようにするのが、うん、お水やったりとかせんと絶対できんもんな、ならんもんな。長すぎることがあるんですよ。石のすぐそばなんか、なんか汚いようなから、どうすりゃいいんかな思って、うん、今年の3月にちょうどこの苔を全部ハサミだね、積んだんです、うん、3日かかったです。苔の形はもうああいう感じで、昔と変わらんようにね。私が来てから2回植え替えたんです、うん、全部、はい、前の形にちゃんといけんようかそれな、うん、この写真を見ながらしたんです。美玲さんのおじいさんと、私のおじいさんが交流よくしよったらしいんです、うん、そういうことで、まあ、美玲さんと父親もそういうふうな関係になったんじゃないかなと思うんです。ここの写真が当時の写真ですわな。ちなみに小倉さんのお父さんは美玲先生の横、はい、隣です。面白が母親で、はい、あと3人は、はい、あの手伝いに。じゃあ3人と美玲さんで作ったんですか？そうですな。もともとここは茶室とかだったんですか？茶室やの、昔のおじいさんの隠居部屋だったらしいんです、はい、庭ができたから、うん、仕方なしに多少、作ったわけです、ね、ちょうど去年に表彰されたんですね、文章の通りで、要望に応え無償でこれを公開し、最近はどれくらい来られるんですか？大勢来られます。もう下火になっとんかな思っていつも思うんですけど。堪能させてもらいました、はい、ありがとうございました、とんでもありません。ありがとうございました。次は西谷邸に行きます。もう目の前に見えてます。極楽邸到着しました。ここからはご主人の
西谷さんにご説明をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。枯山水寺、これは昭和4年の春にできております。三重さんはなかなか借金は使わないんですけど、珍しく借金を使ってあると、両サイド高くして山がきれいに見えるということを作ってあります、うん。でこちらの方に見えるのが、この石なんかは宝来山で、この大きな立石は滝に見立ててあるということだそうです。で宝来山に船で行くということで、あれが船石。極楽亭っていう名前なんですけど、どういう由来で？朝日を楽しむ。あちらずっと登ってくる。ああなるほど。借景を存分に楽しむような感じのお庭で。春は春でいいんだけどね。春は山桜と小星が一緒に咲くから、一種桃源郷みたいな。一番楽しめるのはじゃあ春。まあ春のその辺だろうな。それで新緑か。うん、まあ秋は秋で趣があるけども、うちの辺は雑木ばっかりだから、うん、あんまり紅葉は綺麗じゃない。冬は冬でまあね、はい。何にもなくて、たまに雪が降りゃ、まあ雪景色と。西谷さんのおじいさんとミレイさんが友達で、その関係で。そうそう。今日出てる前に、伊賀さんのところとうちと落ち着くときの。今、その伊賀さんのところは、だけになってるらしい。それだけ維持するのが大変だということでもある。うん、戦時中とかだったらね、出征して帰ってこんで、なんだよ、まあ、やるもんがおらんとか、そんなことになったりする。ちなみにここはどれくらいの期間で完成されたんですか？半年かかってると思うで。石垣がついてるから、半年かかってる。この石垣もこれをした時にしたりとかな。そう。あ、そうなんですか。じゃだいぶ金額もかかったですよね。石垣から作ったというと、うん。まあ、家一軒行くぐらい行ったんちゃう？はぁ。おそらく。この縦石垣は下竹から引っ張ってきてる。4トンぐらいあるで、これ。おそらく。ビエさんの石垣、あの石組みは割と崩れんらしいよ。ただ木がこう大きくなって動かすことあるよ。ああ。根元なんかものすごく太いよ。作定当時は、この木がどのくらいだったんだろう。このままで。この石に隠れるくらい。まだ行ってねえかろ。ほら、90年ですけどね。ご人宅で90年を持ちこたえれんの。90年ってもう3代くらいか。マジで3代目じゃん。息子や娘はいらん。どうすりゃ、これ。多少に引き取ってほしいな。そう、最終的にはね。ありがとうございました。再出発します。これから吉川の方に戻りたいと思います。ミレイさんの庭、茶室を見てきて、最後は庭園とはずれますけど、吉川にミレイさん関係のものがあるので、それを見て終わりにしたいと思います。到着です。ミレイさんが大好きだった吉川八幡宮へ来ました。大学を出て、まもなく関東大震災にあって、東京から一旦実家へ帰ってきました。6年間ほどいたわけですけども、その間にこのお宮の建物は、素晴らしい建物なので、特別保護建造物に申請をしようということで、その当時の県や国へ強く働きかけをして、その会もあって特別保護建造物の承認がおりました。その間にはですね、お宮の総代長さんもされました。昭和27年にですね、実はお宮が火事がありまして、社務所の部分が全焼、はい、渡り廊下の半分のところまで、2年後の29年に、ミレイさんの設計で社務所が再建されました。ですから、仙台庵と同じように、中が船底天井のような作りもあります。今も社務所を誇りに思いながら使っていると。京都へ今日構えながら庭の仕事をするようになってもですね、毎月27日にはお参りに帰ってこられたと、うん、新幹線もない時代ね、よくも毎月帰れたもんだなと思いますが、この吉川八幡宮、まあ、吉川が好きだったんでしょうね。今回は吉川地区にある重森美玲さん関係のスポットを回ってみた動画でした。今回紹介したお庭、もし行かれる際には事前に問い合わせをしてから行くようにしてください。生館長、本当に今日は一日お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、自備中央町へお越しくださいね。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。